どうも、たくま小町です。今回こちらですね、幻想郷ディフェンダーズというゲームをですね、新しく新実況として始めていこうと思います。こちらなんですけど、東宝の二次創作ゲーム、元東宝が二次創作だという話もよくあるんですけど東宝の派生ゲームですねの、今回プレステ4版ですね。 PC 版ではないです。なんか後々最近スイッチでも出るっていう話は聞いたんですけど、これはプレステ4版ですで、どういうゲームかっていうと、タワーディフェンスでいいのかな。ちょっとDMM とかにあるお城プロジェクトだったかな、城プロとか、あの辺、あとアイギスか、あの辺のなんかキャラを配置しての、タワーディフェンスとかではなく、ちょっとアクションも入ったタワーディフェンスっていう形になってるのかな。で、俺知らなかったんだけど、このゲームオンラインモードっていうのもあったんですね。オンラインモードもあるんですけど、今回は普通にストーリーモードで一人でやっていこうと思います。では、始めていきましょう。まず画面中央の聖女のタイトルを選択してみましょう。左スティックの上下で選択丸ボタンで決定しますと。はい、閉じるは×。あとじゃ、難易度ノーマル。ちょっと待ってね。これなんか他選択、選択できないんだね。これ、ノーマル以外選択できないのか。じゃあノーマルでやっていくしかないのかな。元々ノーマルかハードかでちょっと悩んでたんだけど。あれ、ハードと、ノーマル、ハード、マニュア?エクスタシーみたいな。なんか3段階ぐらいあった気がするんだけど。では、第1章ですね。戦争ごっこです。紫じゃない。これを紫って読むのはあれだ。戦乱神楽だ。ゆかりの提案する新しい遊び、戦争ごっこ。妖精が人に挑むこの遊びを魔法使いは、今日の勝負ごとにと持ち込むのであった。プレイヤーは固定。あれは霊夢ですかね。で、一応これタイトル画面にも映ってたと思うんですけど、主人公はチルノという設定だったかな、多分。選択できた。ステージのヒント、これは操作キャラクターと罠で妖精から魔法陣を守るゲームであると。妖精主体の弾幕ごっこの戦争ごっこね。早送りとかもあるけど、これはゆっくり聞いていこうと思います。なんだよ、興味なさげな感じだな。おー、いいね。フルボイスみたいですね、こちら。見たいですねって言いながら、一応ちょっと他の実況者さんの動画ちょっとチラッて見に行きました。このゲーム実はね、結構、前から欲しいなとは思ってたんですけど、なかなかちょっと買う時期が見つからなくて、今回ちょっと買って実況にしてみようっていう感じになったんですよね。重みが違う。相変わらずレイムさん、あいつ呼ばわりなんですね。そういうなって。とりあえず知っておいて損はしない。それは一応ね、巻き込まれるのはいつの間のことですからね。知らないままで勝負ふっかけられて恥をかくのもだろう。そうだね。幻想郷のね、白麗レイムとしては誰がふっかけてくるの。負けるなんてそんなね。レミ、フラン、両方ともやりたがるだろうね。竹林の、かぐや様も、かぐやさんって二次創作とかとだの、なんか引きこもりみたいなイメージ強いんだけどさ。ちょっと楽しい。でも、かぐやが喧嘩吹っかけるなら相手もこうだろう。と思わんでもないけど。山の巫女っていうのは、サナエさんですね。俺の予想だと、あとスイカとか、あの辺もふっかけてきそうだけど。アリスさんのことですね。マリサさんは泥棒ですもんね。マリサさん、マジシャンじゃなくてシーフですもんね、職業。ほう。左スティックを倒して移動してみよう。これね、十字キーじゃなくて左スティックらしいんですよね。
右スティックを倒して向きを変えよう。待って、これ、ん？正面は？あ、向いた。ん？向いてない気がするんだけど、ちょっと待って、ちょっと難しいな。なんというか、ちょっとだけ、なんか引っかかった。あ、これいけないんだ、ここ。マスないんだね、ここ。このなんか、茂みっぽいところ。R1 を押して攻撃をしてみよう。基本はこれで攻撃だ。これだね。こういうことね。そういう感じね。左下からやってくる。右側に出ている、なんか、マップ画面の、なんか、ピカピカ光ってるやつあるね。あれが、敵が出てくる、あれなんですね。もうちょっと下に行った方がいいのかな。敵、この辺から出てくるようですね。もうちょい、じゃあ下がりましょうか。まあ一応、迎え撃つという意味では、この辺が一番いいのかな。ここを多分、敵も通れないよね。これ、さすがに。俺通れないんだから。タッチパッドを押して戦闘開始してみよう。はい、戦闘開始。こういう感じ？ああ、オッケーオッケーオッケー。待って、オッケーなんだけど、あれかな？方向を一応指定したまんま、こういう風に上下に動いて敵を落とした方がいいかな。はい、オッケー。まるで棒倒しね。まあ、そういう、まあ、そう言われればそうだね。まあ、こういうタワーディフェンスですね。一応。私たちは支えて守る裏方だな。裏方だな。あの程度じゃ日が暮れても倒れないわよ、この棒倒し。まあ、とっとこ進んでくるだけだわ。それじゃあ次は少し難しく、5倍の数で行ってみるか。多いよ。5倍って、ちょっと待ちなさいよ。弾幕ごっこみたいに簡単にピチューンしないのよ。簡単にピチューン。まあ見てろって。まったく、キリがないわね。はい。L2、R2 でトラップ配置モードと攻撃モードを切り替えられる。これ戦闘中もってことかな？こうやって切り替えるの？竹槍の罠、トラップを配置。トラップ上を追加する敵を攻撃する。足元に配置できるのね。ここだよね、やっぱり配置するなら。あの300って出てるのは、ああ、左下にお金があるね。これで再置できるんだね。もう敵下から出てこないんだし、こういう感じかな。敵が一定以上魔法陣に入るとゲームオーバーだ。はーい。じゃあこれでいいかな。これもう戦闘開始でもいいんだけど。たくさんトラップを配置して敵を撃せよ。多分そんな強くないよね。もうここに、いいか、ここにも、まあ9個ぐらい配置しておけばなんとか倒せるでしょ。じゃあ、こうやって切り替えた後、ちょっと待って、これ、いや。この状態で戦闘を始めて、この状態でできるの？戦闘中もできるんだ。どれぐらいダメージ出る？間違えた。そんなに連続では発動しないから、一応ちゃんと俺自身も撃ってないとダメなんだね。ノーマルの割には意外に難易度高えな。当てられるんだね。ちゃんと正面向かした状態で戦闘しないと結構大変だな、このゲーム。敵に攻撃が当たらない、俺の。ある程度削って、こんな感じで。で、あとはトラップでダメージ稼ぐっていうやり方なのかな？いい感じですね。はい。というわけで、自由に置いてやってみな。なかなか面白いものだぜ。結構面白いですね。まったく、キリがないわね、これは。方向キーを左を倒して、1回目でマーカー、2回目でスペル発動。左を倒して、何これ？警護陣、壁を設置する。で、もう1回押すと、スペル発動。壁を設置する。
この辺、え、どこ、どこに置けばいいだろう。この辺かな。あー、 MP を消費して強力な攻撃が打てる。あ、スペルがこういうことね。で、一応、あ、スペル2も出たね。右 A を押して1回マーカー、吸い込み、移動を阻害させる。あ、 MP 回復していますね。矛騎差を押してゲージを消費してラストワード、発砲起爆時。右に表示されているゲージは敵を倒すごとに溜まるぞ。右上 L1、 あ、高速移動できるんだ。でも高速移動で動くと方向があれだ。あ、でもこれ高速移動で向き変えた方が楽かもしれないな。そしたらあの、この左だけで向き変えれるし、もうちょい罠配置する。これこんな感じかな。あ、ここにも置けるね。これどうですかね。敵が襲ってくる回数も画面の上に表示されている。ああ、ウェーブ3っていうことね、今回なら。さあ、守り切ろう。はい、はい、と。中心に敵をスタンさせる。ああ。まあ、普通に。今までよりも楽はできてるかな。ちなみに、じゃあスペル使ってみようか。ここにさ、こうやって置いたらどうなる？で、あ、こっちの攻撃やっぱ貫通するのね。あ、通れないこともないのか。じゃあ、はい。お兄さん、こちらーと。あ、これでもちょっと使い勝手によっては敵を罠の前に出しちゃうな。じゃあ、ラストワードを使ってみる。あ、敵でっかいの来たね。ああ、確かに、スタンして、動かないね、敵。はい、オッケー。基本こんなとこだな。おお、こんな感じですか。相手陣地に攻め込んだり、防衛を交代でしたり。防衛交代するの？妖精以外も大人数で参加するルールもあるそうだぜ。へえ、あ、結構楽しそうだね。キャラ途中で変えれるんだ。あ、あれかな、一人一人性能が違うのか。お金にならないとレムさんは基本興味ないでしょ。私向けじゃないって思っただけよ。まあ、白霊の巫女さんは遊ぶというかっていうよりは。へえ、他も、あ、それで、あ、初心者卒業。ウィン、星さん、7088。あれ、スコアかな？お金とかはないよね、多分。トラップ、モノミヤグラを入手しました。へぇ、あ、そういうのもあるんだ。あ、よいしょ。スコアとかタイムとか、ハテナのままだな。あ、なんか、新しいの追加されてるね。トラップってところ、右下のところに。妖精大戦争、初陣ですね。一人が守り、多数が攻める。強すぎるか一緒に遊べないことを最強だからと、痩せ我慢していた彼女は、危機として遊ぶのだった。プレイヤーはチルノですね。これ、ここからがあれかな？本編始まりかな？説明、お金について、9999、所持しているお金。まあ、左下に出たやつですね、あれ。トラップを配置するためのお金。まあ、下に出ているあれですね。ステージ間でお金は持ち越せない。温存せず可能な限りトラップを配置するのがおすすめだ。スコアには関係しないのかな？お金は。その辺ちょっと気になるね。あの、星さんの条件とかも、ちょっと気になるとこかな、俺。お金の入手方法。敵を倒す。敵の襲撃の合間になる。トラップを売る。過去途中から。あ、配置したトラップを外して売るっていうことができるんだ。
ステージのヒント、チルノのスペルは敵を凍らせる、凍ってる相手はダメージが増加して動かない、スペルで凍らせつつ攻撃しよう。なんか他のゲームでいうなんか石化とかアクション系のああいうのってなんか即死が発動したりしたりするんだよね、あるゲームって。戦争ごっこ知ってるわよね、サニーさんですね。もちろん弾幕じゃなくてそっちで遊ぼうって。このタッチいいな。私たちも覚えたばかりだ。ルナもいる。妖精大戦争だからルナもいて、スターもいるのかな。みんな妖精相手じゃつまらない。せっかくなのだし遊びましょうよ。おお。構わないけど負けても知らないよ。今回サイヨン、光の三妖精が相手ですか。初陣ですけど。はいよ、お手の物さっと。さっきからそこの天狗さんは何をしているのかしら。天狗さん。いえいえ。おう、シャメ丸。今度の戦争ごっこの密着取材をしようと思いまして。へえ。どこにでも現れるね、あやは。スクープが欲しいんですよね。ほう。いや、別に私が目をつけたわけじゃないんだけれど。え、誰が目をつけたの？隙間ようか。戦争ごっこの糸について取材してみる。ほう。表情を見てればわかるって言うけど、ケムに巻かれた気もするわね。あ、ゆかりのあれで来たんだ。そうね。遊びは中止。ここは勝負といきましょう。よし、いいだろう。お互い初めてなら問題なしね。俺初めてじゃない。卑怯だと思うんだよな。お前ら3人集まると結構強えんだよな。裏でもかかってこいじゃない。3人がかりでようやく1人前。そう思ってる時点でお前たちは負けている。それは分からなくもないかな。新たなトラップが追加された。トラップ配置モードに切り替えようと。ちょっと待ってね。よいしょ。敵出現位置ここだね。今回はくぼんでるとこないね。配置モードに切り替えよう。はい。これは、あ、違う。フローズン、あ、これもちょっと一応見ていた方がいいね。フローズン冷凍法、凍結エリアを設置する。へえ、あ、そんなのあるんだ。3方向に冷凍ビームを打つ。あ、技は瞬間冷凍ビーム。で、豆腐パーフェクトフリーズ。周囲の敵を凍結させる。凍結は連鎖、あ、本家さながらだな、連鎖するんだ。へえ、じゃあね、トラップ切り替えて。待って、トラップって。どれを配置できるかは、これでできるんだ。何もない通路の外側に配置しよう。こういうこと？あ、正面方向に射撃する。あ、こういうことね。ほんで、撃ってくれるって感じか。あー、なるほど、なるほど。どうしよっかな。高いんだよな、結構これ。これ、中じゃダメなわけなの？あー、外じゃないとダメなのね。オッケーオッケー。となると、やっぱここには欲しいかな。ここと、こっちと、左右方向球2回押してスペルを発動して、それはさっきも聞いたね。まあ、1個開けてここかな。うん、こういう感じで行って、んで、一個空いてるし、間のここかな？ここに一個置いて、これでどんなもんよ。よし、じゃあ、
何スペル発動しなきゃダメなの？凍結エリアを設置するもうさっき練習したからいいのかと思った。あ、右だはい、攻撃的だ、積極的に撃とうと。ああ確かに、なんか吸い込むとかそういうのじゃないってとこね。ダメージが増加して動かない、スペルで凍らせつつ攻撃しよう。あれかな、ってことはこの辺の凍結エリアを設置して、こういうとこに止めてしまった方が強いってことなのかな。まあトラップは置いたんでスタートしましょうか。スペルは回復するんだもんね。待って、敵なんか撃ってきてる。あ、でもレームと違って普通の通常攻撃がちょっとだ弾数少ない気がするな、これ。弾速っていうのかな。こういう感じか。ほいよっと。ああ、いいね。あ、何これ。UFO を落とす？敵が山 UFO を落とす。攻撃力アップ。色によって通常スペルと変わってくるぞ。これはまあ、色どうなんだろう。まあいいや、罠配置していこうか。竹槍の床もうちょい欲しいね。竹槍の床の問題かな。あ、まあでも床でいいかな。とりあえずは床ちょっと数増やそうか。まあ適当にこんな感じでどうっすかね。真ん中もうちょいあった方が良かったかな。まあいいだろう。よいしょ。あ、違う。はい、スタート。青を取るとこの通常攻撃が若干強くなるのか。今なんかメーター動いてるもんね、青色のやつの。これの赤を取っ、緑はこれじゃないな。よいしょ、ちょっと何発か先行して撃っといた方がいいな。まあ、敵多いけど全然いけるかな。何設置しよっかな。やっぱちょっと敵の数多いし、矢倉かな。ああ間違えた。矢倉設置しての、床、まあ床もう一個そこの前のとこ設置して、これで戦闘開始と。ほい。あ、やっぱそうだね。UFO はスペルによって変わるね、どういうあれなのかが。おっと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 。まだいるよね、敵。はい、ブラズン。はい、っと。無駄無駄。いや、強いっすね。ああ、出てるね。一応取りに行くけど。あ、今無職だったかな。何も伸びてない気がする。おい。いやー、あ、でも、これは確かに散るの強えわ。凍結させて、罠で倒させる。なんか俺、ちょこちょこダメージ食らってるな。ダメージ気にしなさすぎてるな。あ、そうか、そうだな、3要線いるんだったな。忘れたわ、俺完全に。
おっと危ね。三陽王星は痛い。ああ、そっか、ルナたちが3匹ばらけてるのな、お前ら。それは強えわ。ちょい待ち、ちょい待ち。一匹撃破の。まだ死んでない。はい、オッケー。 HP 半分持ってかれたけどな。練習よ。いやー、いいね、楽しかったよ。これで勝ったと思わないことね。調子に乗ってくれた方が楽できるけれど、スターさんってこんな性格だっけ。見事なまでの捨てゼリフ。あっちの方が愉快な分、記事になりそうじゃない。どうなんだろう。やっぱりあたいが最強なんだ。ほら天狗、こっち取る。ほう、そして行くわよ。行くわよ。え、どこ行くの。はいはい、それで行くってどちらに。どちらに、決めてないから適当に。取材なんだし、いい写真撮らせてあげようじゃない。ほう、星さんの条件知りたいな。一回も陣到達されなければどんだけダメージ食らっててもいいのかな、このゲーム。もしかして。あ、吹き飛ばし床を入手しました。では次はこちらですけど、今回ここで終わりにさせていただきましょうかね。次回はこちらですね、第3番ですね、迷惑表正半人半霊の場合と。目をつけられたのはお使い中の半人半霊、表性による天才が今夜の食材に襲いかかると。ヨウムさんですね、これは。コンパクヨウムですね、かわいそうに。では、ここまでご覧いただきありがとうございました。次回もですね、よかったらまた見に来てください。あとよかったらですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で忘れたね、こちらの動画なんですが、まあ今他2本撮ってるんですけど、まあ、ゴッドウォーズ、日本神話大戦、バレットガールズ、ファンタジアと。まあ、こっちはちょっと不定期になるかな。ゴッドウォーズが毎日投稿、バレットガールズが奇数日投稿。まあ、奇数日投稿になっちゃってる理由は、まあ、ちょっと毎日2本動画撮るってのが、俺自身がちょっと辛いかなっていうのがあるんで、そうなってるんで、これをもし偶数投稿にしてしまうと、本末転倒なんですよね。なんで、まあ、そうだな。できたらでもちょっと、上げていきたいのは上げていきたい気持ちはあるんだよね、このゲーム。実際ちょっとやってみて結構面白かったっていうのはあるから。まあちょっとまた投稿日に関しては不定期になると思うんですけど、またよかったら、すいませんが、見に来ていただければ嬉しいです。では、お疲れ様でした。またねー。